平成19年6月28日、阿蘇市役所横の一宮保健センターで、阿蘇市に住んでいる男性限定のナイスな親父講座が開講しました。今は飽食の時代になりまして、食生活が見られておりまして、車社会による運動不足、あといろいろなストレス等でですね、いろんな生活習慣病が年々増加しています。で、阿蘇市でも基本健診受診者の3分の1がメタボリックシンドロームの危険性があるというふうに判断しておりまして、早期の予防対策が必要であると考えられます。で、そこでですね、男性を対象とした栄養、運動、休養の健康づくりの3本柱を基本にですね、生活習慣病への移行や合併症の発生を予防し、障害にわたっての健康保持増進、あと疾病の予防ができるように図ることを目的として、この講座を開講しております。で、毎回講座の内容としましては、毎回保健師、栄養士による健康・食生活のお話と調理実習の方を取り入れています。第1回目は、自分の生活・健康状態を見直そうということで、糖尿病のメカニズム、それと調理実習では肉じゃがをメインとした献立にします。まず60になって退職をしまして、で、まあ、問題は健康第一ということでございます。あと残りの余生をですね、健康でピンピンクロールでいこうかと。それとまた地域でですね、ハス料理教室というのが元黒川でやっておりますので、それと合わせて勉強してですね、まあ、地域の仲間作りもしていきたいなということでございます。まあ、目標と言いますと、私もちょっと持病を持っておりまして、医療が上がらないように、まだ自分の健康をですね、維持していくためにですね、勉強していきたいということです。